リアブルローンなんですけれども、従来のオートローンに比べて、様々な支払い方法が選べるローンであるということ、あとは自由度が非常に高いというところが、メリットとして挙げられます。その他ですね、回数においても96回まで、分割ができるということで、こちらも非常に高いメリットとなっております。あとはですね、ワンランク上の車を購入いただける、これどういうことかと言いますと、支払い方法が自由に変えられるということで、従来とは違った形でですね、オートローンが組めますので、一つ上のお車も十分購入いただけるプランが、できるという内容ですね。ステップアッププランはですね、支払い当初は支払いを抑え、将来的に段階的にこう支払いを増やしていくプラン、ステップダウンプランについては、支払い当初は余裕が、少し支払いに余裕が持てるという時に支払いを増やしていただいて、将来的に支払いを下げていくというプランですね。これすなわちどういうことかというと、お客様の経済状況に合わせて支払いが変えられる、変化できる、変化させることができるということが、一つ挙げられます。一部繰上返済に関しては、本当読んで字のごとくなんですけれども、余裕があるときに少し増やした形で金額を払っていただくと。スキップについては、急な出費があるときに金利だけを支払っていただいて、一月飛ばしていただくことができるような内容になっております。延長に関しては、支払いプランをですね、伸ばすことができると、それによって、月々の支払いを抑えることができると、逆に短縮に関しては、月々の支払いを増やしてですね、回数を減らすと、それによって金利負担も、軽減されるというようなメリットがございますので、以上の4つが支払いに関する内容になっております。バリアブルローンの残価設定なんですけども、こちらはですね、従来型の残価設定と基本的には変わらない形で残価設定プランを組んでいただきます。ただバリアブルのメリットとしては、先ほどからの話の通りですね、支払いプランを残価の場合でも変更できるというのが、一つメリットとして挙げられます。住宅ローンがあと半年後に終わる、それまではちょっと車の購入を控えたいと、考えたいというお客様が見えたんですけれども、そこで私はこのバリアブルローンを提案しました。住宅ローンが終わるまでの半年間は、少し支払い金額を抑えた内容で、組んでいただいて、半年後住宅ローンが終わった後はですね、支払い金額を増していただく、それによって、今買うことができるんじゃないですかということをご提案、させていただいたら、そのお客様もですね、納得していただいて、車の契約に至ったということがございます。ショールームはですね、常時5台の新車が展示されております。ゆっくりとですね、ショールームの中でお車ご覧いただけます。合わせて、試乗車もフルラインナップご用意ございます。こちらもですね、ご納得いくまでですね、しっかり試乗してですね、車選んでいただくことができます。あとですね、一応目の特徴としては、あと30台以上のですね、中古車の展示がございますので、新車と合わせて中古車もですね、ゆっくりご覧いただけるというふうになっております。さらに工場も併設しておりますので、部署に関することをですね、トータルでしっかりサポートできるお店になっております。